最近何聞いてます？最近、うん、ジェフベック。あ、ジェフベックなんだ。いいよね。うん、ちょっとまたハマってきたかな。あ、いいな、ジェフベックね。ちょい前はアウトレイジ聞きまくってたけど。アウトレイジって高崎さんの？あ、アウトレイジはあんまりあれだもんな、一般的に知名度丸っきないんで。わかんない。うん、サッシュ系のバンド。スラッシュメタル？そう、スラッシュ。へー。要するに簡単に言うと、初期の頃のメタリカみたいな。あ、スラッシュしてんの、メタリカみたいですよ。アンスラックス、スレイヤー。アンスラックスね、ここの4バンドをしてんのって。それは相変わらずの崩さないね。ああ、変わんない。うん、崩してないね。ちょっときついなってとこあるけど、聞いてると。ああ、きつい。きついか。ここまでやるかなみたいな、なんか。ああ。まあ、好きな人好きみたいなね。だいぶハマってる人多いみたいだね。まあ、ジェフベックだね。ジェフベックってあれなんだよ、もう。あんたピック使わないんだよ。あ、指引き？うん。フィンガーピック。どんなこうとか。そうそうそう。なんか中指、流れをうまく使ってるとか。中指、人差し指、人差し指中心の中指。で、あんまよく使うんだよね。へぇ、ジェフベックってアーミングするんだ。アーム詰め込むような感じで弾くんだよね、こうやって。あー、なるほどね。あ、こっち側でこうやりながら、こうやりながら。ギターは、まあ、自分もギタリストじゃないから、こうで、こう、こっち側で、こうか。で、こっち側がね、こうだね、ごめんね。こういう感じで、アームをこう包み込むような感じで、ピッキングするんだよね。うん、っていうのをやらないの。やらないの。これやらないの。もう、それはだから、さっき言った。アームで。ハムでやるんだ。アームと指使って。みたいなのをやる。いや、本当にうまいと思うな、あの人は。で、ピックの切り替えでしょ。あ、ピック切り替え頻繁にする、ボリューム上げ下げするなんだよね。で、なんでピック使わないんですかっていう話なんだよ。面倒くさいって言うんだよね。あ、面倒くさいね。ピック、そうでしょ。まあ、そうでしょってか、まあ、ギターでさえ分かんないけど、その、ピックを持って音をしたりしなかったりっていうのが面倒くさいって言うんだよね。だからいらないって言うのよ。確かにそうかもしれない。見たことないよ、ピック使ってる弾いてるとこなんて見たことない。パム・ジェフ・ベックさんのはね、聞くんだけど、あのブルースのさ、よく、まあ、ありがちなこういう、あのやるかなっていうのはね、B.B. キングのセッションで、やってる時にジフブックが出てきて、で、あの弾いてんの聞いたんだけど、あ、まあまあいい、まあいいの、いわゆるこういうね、ブルースのだから、なんかうまいことこう、なんかダンドリダリダリダリみたいな感じで、あ、まあうまいことやってんなって思ったんだけど、まああれはね、その B.B. キングのセッションだから、B.B. キングの邪魔しないようにやってんなとは思ったんだけど、
あるんだろう、うん、多分だからピック使ってないですよね。あ、そう、ちょっと今度ちゃんと見てみるね、うん、あ、見たことないもん。あ、本当使ってるので、じゃあ自分で言ってんの嫌だ、面倒くさいって、いらないって、あ、いらないんだってピック。確かにね、参っちゃうよ。細かい話するだけどさ、うん、ピックもこれ1枚100円じゃん、うん、でさ、あの俺あの砥石でこう砥石で使ってんだけど、うん、この石でね、うん、ここんとこがちょうどほらこうなってからゴリゴリしてさ、するそうするの、そうしないとこの角度がなまっちゃって、あの新品、うん、新品の時と音が変わっちゃうのよ。今その包丁みたいなこう、そうそうそう、研ぎみたいなのが、そうそう、必要なそうで、うん、いろいろね、あの試してみたんだけど、あの三角とかね、三角のこう左右の三角のとこれ、これティアドロップって言われるこうこうないじゃないですか、こういう形のティアドロップ、うん、ティアドロップ、うん、まあ、でもティアがドロップするの、うん、でさ、これって三角ってさ3回使えるじゃん、うん、そっちの方がお得だなと思ってたんだけど、これもこうやっていくとこっち側使うとねこういう音になるし、うーん、なんかそれはそういうことらしいね。そう、こう使い方の角度が、そう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 、直だということと、そうそう、だからスケール練習するときにダドダドディタディでピックピックひっくり返して、ひっくり返して、ここでひっくり返して、今度こっちにひっくり返して、で今度こっちででやって練習してんの。ここでこうひっくり返すの、こうやって、そらない、なんで、見た目が面白いから。で普通にソロ弾いてる時にさ、普通はやらないでしょ。やんないね。見たことないね。普通なんかペインでなんかこの今のあれやるのよく。この投げてこうずつでずつでずつでんじゃないですか。ああ。こういうの？なんていうんだろう、そのこういっぱいこうペタペタっとスタンドのところにペタペタ。ああ、やってるね。ピクついてるから。うん、結構三角形だね。うん、三角形、三角形。でね、あんまり自分的にはあんまり。これナックかかない、これナックが使ってるピック。ナックが置いてったの。うん。うん。なんか色なんだね。うん。でナックはすごいピッキングがさ優しいから、みたいなの弾くから、ナックのピックで弾くと俺にはこう硬すぎるんだよね。ナックさん、うん、先っぽ先っぽすぎちゃうんだよね。であのジェイクってあのほらあの髪の毛長いジェイクが使ってんのがこのフェンダーのヘビーなんだけど、うん、ジェイクジーね、あ、じゃなくて、友達の方のジェイク、あ、友達のジェイク、ごめんごめん、うん、彼はこれ、このフェンダーのうん、このティアドロップ使ってるんだけど、うん、確かにね、うん、確かにあのこっちのね、ライトゲージ、スーパーライトかスーパーライト09使った時にはちょうどこの張り具合がねちょうどいいなと思ったの、うん、でジェイクは09か08ウルトラライトっていうのを使うこともあるんだけど、うん、彼だともうこういう、うん、みたいなさ、ね、ブルーって弾くわけやるよね、やる
であの速さったらまあ速いよね、うん、だからほとんどピッキングしてないんだよね、ちょっとハンマリングとこで、あ、うん、そうなんだ、やってるんだ、そうでやるから、うん、でみんな必ずさ、あのうちにピック置いてくんだけど、うん、自分もやっとなんかそれのギターのさ、うん、そう色派じゃないけど、うん、あっちゃんの教えによってなんか、いや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 、でね、結局ね、少しずつこうどれが分かりつつあるとこなんね、どれがね一番じゃあ自分が弾きやすいかっていうと、不思議とね、フェンダーのね、べっこう色のがあるんですよ、うん、これもう売ってないんだよね、うん、べっこう色の、うんうん、売ってない、うん、うん、ああ、うん、でね、やっぱべっこう色はね、音がね、違うの、絶妙に柔らかいの、うん、なんかこう来るね、うん、くにゃっと、そうくにゃっと来るでしょ、だこれがやっぱりいいってことなのかな、そうこれがね、あの1、まあ、いいっていうか合うっていうの、うん、1-0の弦に対してね、一番ね、でこう固く強めに弾いても、うん、こう耳障りなさ、高周波域がないでしょ、うん、そうだね、うん、って不思議と、うんうん、ねえ、ところでそろそろ締めましょうか。あら、あ、ちょうど泣くから、ちょうど泣くから連絡が、うん、うん、ああ。じゃあ、今日のゲストは、音楽評論家の、はい、ケン中島さんでした。じゃあ、じゃあ、シュア午後行っちゃいましょうか。そう。シュアじゃん、シュアね。シュア午後行っちゃいましょうか。勉強ですか？ね。じゃあ、そういうことで、はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。